アレクサンドル・アレクサンドロビチ・リーンスキーは、ロシアの音楽教師で作曲家。還元学組曲作品13の第7曲、コモルータや、プーシキンの詩、バフチサライの泉に基づく同盟のオペラで名を残した。サールス・コエセロに生まれる。父親は、アレクサンドル士官候補生協連隊の軍医であった。サンクトペテルブルク第一学生軍事、協連隊において、 一般教育を受け、1877年から1879年まで、砲兵として従軍した。ベルリンに留学して、ベルリン芸術アカデミーにおいて、テオドール・クラックとナタナエルベトヒャーに、ベルリン高等音楽学校において、ボルデマール・バルギールに支持した。1885年に、ロシア帝国に帰国して、ペテルブルク音楽院を修了すると、 モスクワ楽友協会付属学校で教鞭を取った。1899年に退職して、個人教師として活動を始める。1905年に、モスクワ音楽院に教員として加わった。主要な門人に、バシリー・カリンニコフやアルカディ・ドゥベンスキー、アナトーリー・アレクサンドロフ、ニコライ・ロスラベッツを擁する。モスクワにて没。主要な作品である四幕、オペラ、バフチサライの泉は、 アレクサンドル・プーシキンの同名の詩を原作とする台本に曲付けされ、1911年にモスクワで上演された。その中の一曲である、精霊たちの共演は、1935年発表のジャワの東や、1937年発表のティム・タイラーの幸運、1938年発表のフラッシュ・ゴードンの火星旅行といった映画において、 伴奏音楽に利用された。連続ラジオ番組の魔女の物語にもテーマ曲として利用された。その他の作品に女性合唱と還元楽のための二つのカウンタータも手掛け、教会音楽や歌曲も残した。気楽曲も手掛けており、公共曲一曲、演奏会用、序曲一曲、弦楽四重奏曲一曲、還元楽組曲三曲,曲,曲、還元楽曲、 クロアチア部曲に加えて、いくつかのピアノ曲も残している。イリーンスキーの作品の中で、多分最も有名なのは、バレー組曲、ヌーレとアニトラ作品13からの、第7曲を原曲とするピアノの商品、コモリュータであろう。この曲は、ピアノの学習者に親しまれているだけでなく、様々な演奏形態に編曲されて知られている。イリーンスキーは、1904年に、 作曲家通史4世紀から20世紀までを編集しており、商業出版のためにベートーベンのピアノ曲全集を編集した。1917年に執筆した還元楽法の実践的指導の手引きは没後も長らく活用されていた。チェーホフの思い出の楽譜。エルアファナシエフの死にイリーンスキー作曲。 ABCDEFGH グランデムジカハット ABCDENSWERS.COM ハットオペラグラス、ハットフラッシュゴードンヒズユニバーサルシリアル、コンイトリアッツ、ハットオールドタイムラジオ、テーマタイトルインデックス、ハットナショナルライブラリーオブロシア。ありがとうございます。